乃木坂46と欅坂46の名前の由来と、コンセプトの違い。乃木坂46と欅坂46はなぜ46なのでしょうか？乃木坂46と欅坂46の名前には、それぞれのグループの特徴やコンセプトが反映されています。乃木坂46は、乃木坂駅周辺の地名に由来しており、メンバーが駅から飛び立つという意味を込めています。一方、欅坂46は、欅の木のように成長し、強くなっていくという意味を込めています。AKB48 とのコンセプトの違いは何ですか？ AKB48 と乃木坂46、欅坂46のコンセプトには、いくつかの違いがあります。AKB48 は、劇場での定期公演を中心に活動し、メンバーとファンの距離が近いことが特徴です。一方、乃木坂46と欅坂46はメンバーのイメージやパフォーマンスに重点を置いており、よりアーティスティックな活動を言っています。乃木坂46、欅坂46、桜坂46、日向坂46の違いは何ですか？乃木坂46、欅坂46、桜坂46、日向坂46は、それぞれ独自なグループとして活動していますが、いくつかの違い。があります。乃木坂46は駅周辺の地名に由来しており、欅坂46は、欅の木のイメージを持っています。桜坂46は、桜の花のように美しく咲き誇ることをイメージしており、日向坂46は、太陽のように明るく輝くこと、イメージしています。乃木坂46、欅坂46、日向坂46の卒業生現役生の違いは何ですか？乃木坂46、欅坂46、日向坂46の卒業生と現役生の違いは、メンバーの所属グループが異なる点です。卒業生は、それぞれのグループを卒業して活動を終了したメンバーを指し、現役生は、現在グループに所属している。メンバーを指します。乃木坂46は、もう完全に欅坂46、日向坂46あたりに越されると思いますか？乃木坂46は、欅坂46や日向坂46と比較して、人気や活動の面で競争があるかもしれませんが、それぞれのグループには独自の魅力があります。したがって、どのグループが優れているかは個人の好みによるものです。以上が、乃木坂46と欅坂46についての情報です。もし他に質問があればお知らせください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。